はい、どうも皆さんこんにちは、ボドカです。今回は、またくんさんと一緒にハイド&ファイヤーやっていこうと思います。はい、やっていきます。はい、よろしくお願いします。まあ、今はハイド&ファイヤーにバイオハザードのコラボが来てるということで、このコラボのね、共闘イベントをくんさんと一緒にやっていこうと思います。はい、このイベント任務1ってのを押してください。はい、チュートリアル始まった。イベント任務1、これですか、リッカーを3体ってやつ。そうですね、バイオハザードに出てくる、はい、これ怪物なんですけど、そいつを倒しに行くミッションを一緒にしましょう。ますね。はいはい、オッケー。おお、これバイオハザードのやつじゃん。そうですね、もう完全にバイオっすね。で、結構忠実っすね、割と。うん。おお。なんかこの前初めてホラボやった時より全然質が上がってる。うん、確かに、なんか違うものになってるね。なんか違うものになってますね。いいぞ。なんか違うゲームになってる、なんか。いや、コラボっぽい。おお。あ、来た。ゴー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 。やばくない？え？ちょっと待って。待って。これは大丈夫。え？What the fuck？ 嘘でしょ。ちょもう一回やりましょう、もう一回。確かに。ちょ、バグかもしれない。バグの可能性はなきにしもあらずなんで。なきにしも再挑戦しますか、じゃあ。再挑戦しましょう。いやでもこれ敵のレベル30レベルなんですよ。俺ら7なんですよね。まあモンスターのレベルと俺らのレベルはまあ違うということで、まあ、逃げ回ってた。ああこれ逃げ回る戦いだこれ。あ、そうっすね、これあんまり。え、嘘。なんかよくわかんない、なんかやつで殺された、なんか舌みたいなやつで。はぁ、いやこれ無理っすよマジで。まあ行きます。はい、やばいでしょ、これはやばいっすね。これやばいね、これ。ほんとバイオハザードだね、これ完全に。これもう超、これちゃんと上げとかないとやばいですね、ほんまに。まさか、こんな感じになるとは思ってなかった。いや、まあ、避けながら戦えば。まあ、そうっすね。大丈夫。もう、当たらなければどうということはないんで。ただ、ベロの攻撃強すぎないですか、ちょっと。ベロも結局、ヘイト向いた方は、あ、俺これやばい。あ、いけた。23秒耐えて逃げ回って。あー無理や、早すぎる。いや、俺復活しましたわ。あ、でも、ちょっと待って、あと18秒ちょっと耐えて、あと18秒、あと15秒。逃げ回って、もうこれね、もう逃げ回って、肩を逃げ回って無料復活まで、こうしのぐって感じだね、もう。逃げ回りますわ。オッケー。よし、オッケー。ナイス。どっちにヘイト向くの？これそっちだ。こっちっすね。持ってね。いや、なんかコインめっちゃありましたわ。無駄に。やべ。出たよ、これ危ない、マジで。あ、これ。それやばいっす、マジで。これ絶対無理だわ、俺。すまん。あー。ちょっと待って。やばい。あ、こっち来た。マジ？お前。あ、死んだ、やばい。逃げてください。逃げ回る。え、なんか謎の場所に攻撃してる。いや、なんかオーバーキルされてるんですけど。それやっぱり。あ！マジか、ごめん。いや、どうまいっす。これ俺ら頑張った方っすよ、だいぶ。生存力少ないにしては。これ。こういう、マジか。いや、これでもね、2人でやるモードでもないっぽいっすね、多分。はい、ということで、共闘じゃないか、バイオハザードコラボではね、ちょっと、俺とくんさんが雑魚すぎて、ワンパンで死ぬっていう事態が発生してしまったので、ボコボコにされちゃったんですけど、今からは2対2のモードを、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、よし、いきますよ、これは。あ、もう始まってますね、これ。よし、ファーストキル。ちょやってる。ナイス。強い。これ SR 持ってきたらよかったな。あー、確かに。
いやもうこれは格の違いをね見せつけなきゃっすよ。見せつけるしかない、ね、奴らに対して。やばい、俺ちょっとか、あれ回復ポイントないのかな。やべやべ、回復ポイントないかも。オッケーっす、オッケーっす。あ、俺隠れてるわ。了解っす。永久に撃たれてる、永久に撃たれてる。なんかとりあえずそっちでヘイト稼いでもらえば。オッケー、一人やった。もう一人いますわ。もう一人、あのセンター。ナイス、やった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 。ナイス。あ、右側に湧きましたわ。左にも湧いてる。オッケーっす。あいつも死ぬな。よしよしよし、右側やりましたわ。真ん中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 やった、全滅。ナイスナイスナイス。あ、また左に湧いてる。ナイス、よかった、ナイスナイス。よーし、オッケー、いいっすね。いや、これはね、俺らのバイオハザードコラボのこのジル M4 が強いっすよ。これマジで強いやつですからね。俺調べましたもん。強いね。これ S ランクのめっちゃ強い武器ですから、ね。やっぱそうなんだ。武器の性能の差。性能差か。性能差出ましたわ。はい、ということでバイオハザードコラボのハイド&ファイヤーをクンさんと一緒にプレイしていったんですけれども、いかがでしたでしょうか。まあ最後のね、あの 2V2 はいつもずっと改正されてるものなんで、バイオハザードコラボとは関係なかったんですけど、最初にやったリッカーをね、3体倒せて、ここん G、あ、でもありますね。G 生体討伐、タイラント討伐とかあるんで、これどんどん、あの、クリアしていったら多分ここ出てきますね。うん。はい。てな感じで今回はハイド&ファイヤーのバイオハザードコラボをプレイしていきました。もしね、興味のある方はですね、まあスマホゲーとかですげえ銃でバン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 って撃てる、すごい爽快なゲームなんで、俺とクンさんが喋っている感じ、これは当たりだったねーっていう感じのゲームが二人で喋っててあるんですけど、その中にこのハイド&ファイヤーもは、実は組み込まれてるくらい、まあ二人でまだコラボっていうか、そういうのやって楽しかったなーって感じたゲームだったので、ぜひぜひダウンロードリンク、概要欄の方にありますんでね、そちらの方からダウンロードしてみてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ボドカでした。さよなら。バイバイ。